はい、こんにちは、勝又です。バトルしてゲット、ミュウとかサンダーとかブリーザーとかこれ出ないかな。結構フーディンとかも出てこないからね。まあミュウツーでしょ、やっぱりローグチャンス変えます。ティアドリンク、さあ、それでは1戦目。お、ポニータ、あ、え、ポニータだけだと思ったのに1回目から出るんだ。はい、いつものでいきます。このピカチュウはいつも使ってますけど、去年の2017年公開の劇場版ポケットモンスター君に決めたの、劇場特典ですね、見に行くともらえるってやつでした。今年はゼラオラがもらえましたけど、だ今年のゼラオラよりこっちのピカチュウの方が全然使えるんですよね。てか知らぬ間にゼラオラルーレットってなくなったね一切来なくなったね。さあ結構積んで積んでにも効くので、さあポニータの攻撃をピカチュウが大丈夫かどうか。ゴじゃ大丈夫、ゴじゃ大丈夫。これで積んで積んで多分いっちゃうと思うんだよね。炎が鋼なんでね、多分終わりじゃないかな。お、耐える、耐える、ラッキー、これはラッキーです。いや、返り討ちが良かったな、これは。お、ラッキー、これはいっちゃいましたね。ピカチュウ元気だな、まだ。さあウルトラボールチャンス、ちょっと狙ってみましょう。やっぱここら辺が一番いいかな。あー惜しい、惜しい。おお、わあ、まあ出ちゃうよね。やったー、ポケモンを捕まえたぞ。客を呼んでると、あ、よかった、交換チャンスと持ってないポケモンです。何かを落としていったぞ。何かと思った今、交換チャンス、あなたが持ってないポケモン、レバーで選んでボタンで決定。まあ変えときますか、怒り猿。ミュウが出てきてほしいです。でも多分ね、ミュウツーの方が出やすいと思うんだよね、出現率でいうと。あー、これじゃ3回攻撃しなきゃ、2回じゃダメだよね、3回攻撃しなきゃ。うわ、いないねミュウ。お、来た、ミュウツーだ、やっぱり。やっぱミュウはね、なかなか出てこない。
今回色違いは誰なんでしょうね。連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復。お、月光軍がマックスになりました。ボールレバーで応援ボタンを押しまくって、味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。攻撃ルーレット、もう3回攻撃で600超えるのでこれで大丈夫です。もうナイス急所マジで、それはでかい。ずっと月光河で攻めます。ピカチュウだと素早さが遅いので相手が進んでくれなくて倒されないと倒しきれないという。いや防御か相手。さああと1回で 600%。 おナイス急所マジで、月光河だけで半分以上減らしてますよ、ね、なおかつ月光河は悪水なのでミュウツーの攻撃が効果は今一つという素晴らしい相性です。サプライズ素晴らしい。お、初めてじゃない今段。そうだ、虫が抜群なんですよね。あと9秒ですけど多分倒せそうです。あーでも相手も防御が硬いですね。なんだかんだ言って5回叩いてますね。いけ、よし、じゃあミュウツーはいった。あとはカビゴ早い。あー間に合うわ、間に合いました。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。多分俺思ったのが、あの狙うじゃないですか、赤いのの一番最初の方がボタンを押すとなんか止まりやすい気がする。結構後半の方狙うと滑ったりするから。さあゲットできるかどうか。まあ先輩来ないでしょうね。うわ惜しい惜しい、めっちゃ今間にあったね、マスターボールの。あ、早い早い、どっちも。ポケモンが雄たけびを上げてポケモンを呼び出そう。お見事、超えてるけどミュウ出てくるかな。周りのポケモンが雄たけびを、ミュウ2だねこれまた。おしや、ミュウだ、やったやった、これは大事大事、これ大事なバトル、やっと来た。てかなんだかんだって俺初めてかもしんない、昔ミュウ一回も出てこなかった気がする。確か一回出てきたか確か、だけど全然捕まえれなかったから、これはもうマスターボールチャンス。アークタイプのポケモンが欲しいとこですね俺。二人ともエスパー、ここ、これの方が狙いやすい、後にある方が狙いづらいです。いや意外と言ってくれるね月光が。相手の攻撃、防御ルーレット、黄色いマークを狙う。正直これでピカチュウが倒れてくれてフーパーとかにしたいです。よしナイス、これが一番やりたかった。
あ、ミュウ早い。でも追いつきます。さあ、35。ここ、よし。やっぱ一番最初のが狙いやすいですね。これはいったんじゃないかな、もう。よし、あ、ミュウがダメか。さあ、でも初攻撃。20。かわいすぎ。うわ、でも月光がかなり食らいましたね。あ、これで終わりでしょう。あ、ミスった。今の完全にミスりました。だよね。あと9秒しかないので、ちょっと2人とも進めときました。勝ったね、これは勝った。 805%。 頼む。よし、先輩トレーナー出てきてくれ。お願いします先輩。ガオレパスボーナスは聞きたくない。ああ、ボールレバーを倒せ。すごい、ハイパーボール。頼む。やったー、楽しいね。ポケモンを捕まえたぞ。100円を入れると。残念。ポケモンが。お疲れ様。あ、最後にもない。いいバトルだったね。よかった。残念でした。受け取ってよ。おめでとう。先輩トレーナーからガオレディスクをもらったぞ。転送中。ポケモンデータを受け取ってるよ。いや、捕まえれるかなと思ったんですけど、あんなハイパーボール即座に出てくるとは。うん？ミュウツーでもいいんだよ。ロトム。それではまた明日。